都内にある展示施設北里柴三郎の旧居宅と生家当時の資料や書籍などがある一般財団法人学び屋の里が管理運営している1916年北里柴三郎の学習と交流の理念に基づき一部が建設された1986年に熊本県小国町で始まった 地域振興の学び屋の里構想に1987年北里研究所と北里学園が北里学園創立25周年記念事業としてこれに協力し北里柴三郎記念館として再生した日本が世界に誇る医学者北里柴三郎の偉業を称え後世へ伝えるための施設である現在は 1995年4月1日に法人化した財団法人学び屋の里により管理運営が行われている。周辺には研修宿泊施設とグランド、食と健康の交流館などがあり、町民の生活と文化を育む拠点となっている。大人400円、小学生、中学生、高校生250円、幼児、 無料は20名様以上の団体料金路線バスはあるが、上記の通り本数は少なく、車でのアクセスが一般的となっている。廃線となった国鉄宮原線の北里駅跡が付近にある。周辺に集落があるものの、水田や畑の広がる、のどかな風景である。ありがとうございます。